元チャンネルをご視聴いただいてありがとうございます。元です。今回はステンレス板を曲げるベンダー、シートベンダーを作ってみました。結構いろんな YouTuber さんが作っていて、でそれを見てみるとやっぱり少し曲がりが甘い状態かなって思いました。それをもう少し突き詰めるときっちり曲がるようになるかなっていうのも検証してみたいなという実験も兼ねてます。このシートベンダーで綺麗に曲げることができれば、ステンレス板を使った工作とかもいろいろできるようになるので、あると便利かなと思ってます。それでは動画スタートです。
それではテスト1回目いきます。ちょっと甘いですね。これでは合格は無理だな。このように甘くなった原因とすると、この状態では隙間なく合っているんですけど、こう上げるときに隙間ができてしまいます。で、最終的にここで2ミリぐらいずれてます。これの補正が必要ですね。先ほどの隙間を埋めるためにもう一枚ここに鉄板を敷いて、この状態で隙間がないように調整したいと思います。これで下げていくと、この辺りでこの角が当たるので、ここを斜めに面取りをしてここに設置したいと思います。このプレートをつけたおかげでここに隙間ができなくなりました。だいたい合わせ目よりも1ミリぐらい前に出て、高さはこの隙間がないように合わせてあります。で、これにもう1枚プレートを用意して挟んで、これで折っていきます。折り曲げるラインをこの新しく追加したプレートと合わせて折ってみたいと思います。前よりは鋭角になりましたけど、もうちょっと欲しいかな。多分この押さえのプレート、もっと鋭角に面取りをして、もっとグッと折り曲げれるようになるとさらにいいかなと思います。
いかがだったでしょうか。まあ最終的なところまで突き詰めてはいないんですけど、今回いろいろやってみての結論からすると、ある程度の曲げは可能であって、曲げたいラインで合わせて曲げるにはとても簡単です。力もそんなにいらないので、手でグイッと曲げるよりは全然綺麗にいきます。最後にもう少しエッジを効かしたいなっていう時は、アングルで挟んで叩いて角を出すっていうのがいいのかなっていうのが僕の結論です。まあ、あくまで今回の検証なので、これからもっと突き詰めていくと、このシートベンダーだけで綺麗に曲げることが可能かもしれない。そこはこれからもちょっと検証してみたいなと思います。モッドチャンネルではこのようなジグ制作や制作動画、初心者講座などを配信しています。またモッツ工房では家具や雑貨などの制作動画を配信しています。よろしかったらこちらもチェックしてみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。